誰も使わないあまりにも弱すぎるパーク、キラー編。キラーのパークは現在90種類もあるが、中にはどう考えても使い道がないゴミのようなパークが存在するので紹介。猛獣、血の渇望が発動中探知負荷になるという効果を持つが、探知負荷の強みは奇襲できることなので、チェイス中に発動しても意味がない。一応ステインが消えるのでサバイバーとの読み合いに強くなるかと思いきや、そもそも渇望が溜まっているなら普通に殴れることがほとんどなので恩恵を受ける場面はまずない。異形の祭壇、地下室に吊るした時に複数の効果が発動するが全て弱い。まずゲージの進行が速くなる効果だが、半分進むのが60秒から55秒になる。ほとんど変わらない。自力抜けしづらくなる効果もあるが、そもそも自殺以外で自力抜けするサバイバーなんていない。圧倒的存在感、信用範囲内でアイテムの消費が2倍に増えるという効果を持つが、そもそもキラーはサバイバーのアイテムを見てロビーを抜けられるため、圧倒的存在感をつけるくらいならアイテムを持っていないサバイバーと戦えばいい。さらに能動的にアイテムを使用不可にできるフランクリンの悲劇というパークもあるので、このパークの存在価値は圧倒的にない。